本日はですね、東京都知事選挙に立候補している立花隆さんが実演したという不倫、路上、カーセックスをですね、不倫を除いて合法的に行う方法について解説したいと思います。まずですね、この不倫、路上、カーセックスの何がいけないかと言いますと、立花さんがおっしゃっている通り、不倫はただの不法行為であって、罰則とか罰金はないんですけど、路上というのは路上駐車といって、場所にもよるんですが、罰金があります。6000円とかですね、免許証の点数も加算されますね。で、カーセックスというのはですね、社外から見えると公然わいせつ罪となりますね。立花さんがよく言っている通り、まるごと山梨という番組のキャスターは社外から取られてるらしいんですよ。もうこれですね、公然わいせつ罪アウトですね。はい、それは置いといて、今回はこの不倫、路上、カーセックスを不倫を除いて合法的にやる方法を沖縄版で解説したいと思います。沖縄の地図を描くとですね、軽く描くとこんな感じです。適当に描くとですね、那覇がこっちで名護がこっちとでですね、那覇市内は基本的に路上駐車は禁止されています。ダメですね、路上駐車は。そしてこの沖縄市とかこの辺にあるんですけど、この沖縄市、この辺もコザの一番街とかありますよね。あそこは明らかに路上駐車禁止です。じゃあどこで路上駐車できるのかと言いますとですね、ここの名護のこのヤンバルの、この辺りですね、この辺りもう路上駐車し放題です。でですね、どういうところに路上駐車したらいいかと言いますとですね、路線バスの運行が終了した後にですね、終了後、このやんばるにある、例えばなんですけど、こっちになんかよく検証してる路線があるんですけど、名護東線ですねとかが止まるバス停があるんですけど、辺野古とかですね、バスが運行した後は結構路上駐車の車いるんですよ。別に駐車禁止じゃないので、バスが運行終了した後は路上駐車できます。でですね、このバス停にとりあえず路上駐車するんですよ、運行終了後。そしてですね、車があるじゃないですか、車が、こんな感じで、適当なんですけど、こんな感じで車があったとします。適当ですね、こんな感じでですね、窓がついてますね、車があったとします。この窓だとフロントガラスがあるんですけど、フロントガラスを完全に暑さ防止のフィールドみたいなやつを貼ります。そしてこちらはカーテンで完全に覆うんですよ。走行中は違法なんですが、止まっていると違法じゃないのでカーテンで貼ります。そしてこの車内でですね、例えば車がこうあったとします。上から見た感じですね。でこっちがとりあえず、運転席、こっちが助手席、後ろが後部座席って感じですね。こちらのシートを倒しても、こっち完全にカーテンで覆われてますので、中は見えないんですよ。こっちでですね、シートをガチャガチャって倒してですね、キャスターみたいでですね、こっちでおうおうあああって感じでですね、やればですね、不倫を除いて比較的合法的に不倫、路上、カーセックスができてるということですね。はい、なお、これ一応間違っていたら指摘のほどよろしくお願いいたします。本日は不倫、路上、カーセックスを不倫を除いて合法的にする方法についてお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。